アシネトバクターはグラム陰性関菌の新生細菌の一族である。土壌など湿潤環境を好み、自然環境中に広く分布する。健康な人の皮膚にも存在することがあり、動物の排泄物からも分離されることがある。後期性、グラム陰性。短い棒状の形をしている。弁毛を持たず、不動性である。オキシダアゼ陰性、ブドウ糖を発酵しない。 乾燥には、比較的強い。通常は無害だが、A バウマンニーなど日和り未感染症の原因菌もいる。他の DNA 断片を取り込み自身の DNA に、組み込む気候を持つことから、変異を起こしやすい菌といえる。当該属の菌は1950年代から60年代までは、モリクセラローワフィーやマイケラコカスカルコーエシッティカスと、呼ばれていた。 アシニータバクター族という名称は1954年にモリクセラローワフィーの属名変更により新設されたものである。現在のタイプ種であるアシニータバクター、カルコーエシュティカスも1968年にアシニータバクターに移され、その後の種の分割や新設により、2014年11月現在、 アシネトバクター属には少なくとも46の種名と11の遺伝型が確認されている。1980年代に病原性を示す種として、A、バウマンニーが認知されるようになった。アシニートバクターとはラテン語化されたギリシア語で動くことができない細菌という意味を持つ。ラテン語読みだとアキネトバクテールになる。主な種は感染部位は呼吸器系に多く見られ。 気管切開層に定着しやすいが、すべての臓器で可能性感染症を引き起こす可能性がある。肺炎や尿路感染症、静脈カテーテル留置によるハチスエ炎などを起こすが、局所的な治療や抗生物質の投与で治癒することが多く、創傷箇所等に存在していても何の症状も起こさないこともある。しかし、日和未感染を起こすことがあり、 特に免疫力の低下した患者では、髄膜炎や、菌血症及び排血症を起こし重篤な状態に陥ることも多い。ただし、アシネトバクターによる感染によって死亡するような患者は、もともと重篤な疾患を抱えていて死期が近く、いずれにせよ近いうちに何らかの原因で死亡するような患者である。こうした患者がアシネトバクターの感染によって、 若干でも死期が早まれば、アシネトバクターによる死亡として報告されるが、医学的には必ずしも重要な問題というわけではないのである。実際問題として、多くの一般病院では、アシネトバクターに感染するような例があっても、検査体制の不備のために、そのことが発見すらされていない可能性が高いが、それを問題にする主張は見られない。検査体制の充実した。 大学病院だからこそ発見される感染症ということもできる。こうした特質からアシネトバクターは殺し屋ではなく葬儀屋とたと得られることもある。口述のように他の DNA 断片を取り込んで自分の染色体 DNA に取り込む能力があり、いくつかの抗菌薬に対する耐性を獲得した菌種が確認されている。日本感染症学会では 入気の論系のシプロフロキサシン、カルバペネム系のイミペネム、アミノグリコシド系のアミカシンのすべてに耐性を示す。菌種を多剤耐性、アシネトバクターと定義している。アメリカ合衆国では、イランやアフガニスタンからの帰関兵から多く報告されている。日本では2008の9年福岡大学病院、2010年、藤田保健衛生大学病院、2009から10年、 提供大学病院といった感染症の検査体制が整った大学病院においてアシネトバクターの集団感染が発見され注目を浴びつつある。問題はほとんどの抗生物質が効かないものが出現してきていることと通常の滅菌処理が有効ではないことである。厚生労働省は2011年1月から感染症法5類感染症として 定点観測の対象にすることにした。感染が問題になるのは基礎疾患が重症である場合だけで、普通の人間には無関係であり、病院での行動に注意をする必要すらない。ただし、重症患者については、最近、超多剤体性菌による感染や死亡が目立っており、特にニューデリーメタロベータラクタマーゼを持った菌が注目されている。 風は2010年8月20日の声明で体制菌の蔓延に対する懸念を示し、2011年の風葬会でのテーマになるだろうと述べた。感想に強い。また他の DNA 断片を取り込んで自分の染色体 DNA に取り込むことができ、例えばカルパベネム耐性遺伝子を持ったり。 キノロン体制決定領域のアミノ酸残期の痴漢を引き起こす遺伝子変異を導入したりしている。ありがとうございます。